ちょっと遅れてしまいましたが、こんばんは。大丈夫？多分大丈夫。うん。いけるでしょう。こんばんは。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属陣野です。今夜は日曜日の夜、2-1-2-5-時。毎週恒例早寝配信ファーミングシミュレーター19。今夜も農作業で癒されながら眠りに落ちていこうという企画でございます。お相手よろしくお願いします。さて早速ですが、いいバイトが出てるな。こんばんは配信、こんばんは配信お疲れ様です。どうもありがとうございます。生ためさん、生さん、今夜もありがとうございます。早速のお越し嬉しいです。はい、今日もですね、ちょっとだらっと農作業しているところを見つつ、また寝たり寝なかったりしてもらえればと思います。よろしくお願いします。で、前回収穫を終えて、それで種まで、葉種、種植え、種まきまでしたところですよね。はい、前回雨が降っていて雨が止んだので収穫をした。で、その後種をまいた。で、農薬まいた。まいたですけど、そう、雑草がですね、19番の畑、やっぱり予想通りちょっと遅れて雑草が生えてきましたので、まずここからやっていこうと思います。もう夜中も23時前なんですけど、まあちょっとやっておかないとね、一回寝て明日の朝にしちゃうと、あの雑草が伸びすぎちゃうっていうことが起きちゃうので、この夜のうちに雑草を処理してしまおうかなって思います。で、雑草はいつも通りここに草取り機ありますので、これを使っていきましょう。ただね、あの暗いと作業できてるのかできてないのか見づらくなっちゃうんですよね。だから本当は夜中には作業したくないんですけど、まあ先ほども言ったように、あの雑草伸びきっちゃうと、あの除草剤、農薬を使わないと、処理できなくなっちゃうんですよ。この今の状態、まだ雑草が伸びきってない状態だったら、この草刈り機で、よいしょ、この草刈り機はこのワイヤーがたくさんこう後ろに出てて、ちょっと見づらいですね。あ、ワイヤーじゃないな、なんか針金がぐるぐる回るタイプですね、これ。車輪に、針金がたくさん刺さっている感じの、ものになるんですけど、これで地面をちょっと掘り返すことで雑草を引き抜こうっていう感じのものだと思いますが、あんまり育ちきると、雑草が育ちきるとこれでは抜けきらなくなっちゃうので、薬品をまく必要があるんですよね。まあ、もちろんそっちでやってもいいはいいんですけど、まあ草刈り機でいけるんだったらこっちの方がいいよねっていうことで、じゃあいつも通り、GPS の設定からいきます。できたのかな、これできてないね。この設定が未だにちゃんとできてるかできてないかわかんないんですよね。 ZA プラス、今失敗してるな。Fail to save track data. Please create or load a track first. 先にロードしろっていうこと？いや、なんか違うな。わかんないね。いつもここで、あ、出た。
90度、これでいいはず。あ、 OKOK、 いいですね、ちょうどですね。ほい、じゃあセンタリング合わせて、で下ろして、これで抜けてるかな。はい、こうやって地面を引っかくことで雑草を抜いていく。まあ、前にも何回か話しましたけど、このファーミングシミュレーターに出てくるこういう機材っていうのは実際にある機械、実際に販売使用されている機材ですので、でこれももちろん実在するもののはずなんですけど、ただ本当にね、あのこれで雑草が抜けるのか、逆にそのじゃあなんで作物の方は抜けないのかっていうね、その辺がちょっと未だに理解できないんですけど、どういう仕組みなんでしょうね。ほい、うんうん、抜けてますね。このように19番の畑、ピンク色の部分、雑草の部分がなくなりましたので、じゃあこれをやりつつじゃない、これをやってから明日の朝にしようかなって思います。ん、いいね。で、そう、さっき見たところアルバイトが出てるんですよね。8番の畑、収穫するジャガイモ、これが8万ドルというなかなかのお値段なんですが、8番の畑15ヘクタールって言って、これは最大規模の畑じゃない？8番、これだ、やっぱそうだ、これですね。さすがにこの広さで作業するとなると1日で、まあ終わるか、1日では終わるでしょうけれども、1回の配信では終わらない可能性がある。しかもですね、じゃがいもって結構癖があるというか、最終収穫量がかなり多いんですよね。そのトラック何倍もじゃがいもができちゃう。それはつまり、トラック何倍分も、倉庫に運ばなきゃなんないっていうことになってきて、なかなかね、手間が大きいんですよ。だから多分あんな感じで、高いバイト代になっているんじゃないかなと思うんですけど、やってもいいんですけど、どうせね、自分の畑の方はこの後、まあ、雑草も抜いちゃったし、あとはもう育ち切るまで待つだけなので、まあ他でバイトをしながら待つっていうやり方で、まあ、問題ないですし、その待ち時間の間に、まあ、バイトの方でちょっと時間食ってもいいかなとは思うんですが、ですが、なんせかなりの手間を要求されそうだな。はい、であとここ走って終わりですね。大丈夫か、 OK。という感じですので、まあ、できればもうちょっと楽なバイトがいいな。種まきとかする？天才、トウモロコシ、天才、耕すことしようかな。前にちらっとお話しした、ハイエナ農法。ネーミングも悪いですが、やってることも非常に悪どいっていうハイエナ農法がありますけど、よいしょ、これでいいかな。おい、これで一応雑草の引き抜きは終わりましたので、よし、終わり。じゃあ今日の、作業は終わりです。ご視聴ありがとうございました。違います。
今日の配信じゃなくって今日の農作業が終わりです。明日にしましょう。あーそうだ、明日にする。早い。すいませんすいません。はい、違いますよ。明日にする前に日付をまたぐとですね、レンタル代かかっちゃうんですよね。1日いくらみたいな感じでレンタル料を取られるんで、使わないものは、あこれな、返しちゃおっかな。使わないんだったら返してしまいたいんですけれども、これ、どうしようかな。レンタル料とかここ出ませんよね。これもな、使わないかな。まあ1日いくらでかかるんですけど、まあそれ以上に借りるときに、その手間賃として、手間賃、契約料としていくらか取られるんですよね。そういうのも踏まえると、まだ借りといた方がいいのかな。さっきのなんだっけ、アタッチメントの作物保護、違うな、肥料だ、肥料の計105でしたね。これレンタル料が1日あたり390ドル、あじゃあいいや。最初にこの基本実費っていうのをお金を取られるんで、あんまり借りたり返したりを繰り返すのはお得ではないかなと思っているんですが、あの機械はそもそもレンタル料が安いのでいいでしょう。寝よ寝よ。本当に寝て大丈夫？あと相場見とこうか。今あるのが大麦752ドル。売ってもいいかなって思うんですよね。売る？800ぐらいまで行ったような気がするんですけど、今時間あるし売るか。夜中のドライブもありでしょう。これ何？これキャノーラ。キャノーラは1400ぐらいまで行ったはずだから、もうちょっと見ておきたい。これ売ろうか。大麦売ろうかな、時間あるし。うん、じゃあちょっと大麦を売りに行くことにします。そのために何をすればいいかっていうと、まずは車、足がいりますね。こっちの JCB のん？アームしまって、こっちの JCB の、トラクターで行きたいと思います。こっちの方がね、トップスピードが速いんで60キロぐらい出るんですよ。なのでこの JCB の機械結構お気に入り、黄色いし、特別黄色が好きってわけじゃないんですけれども、私のイメージカラーの一つでもあるかな。工業用の土木建築用の機械で黄色っていうのはよくありますけど、農業用の機械って赤のイメージが強いんですよね。もうちょっとこっち、これは液体肥料をまく機械、もうしばらくは必要ないはず。しまっとこう。しまう場所ないんですけど、この辺でいっか。でこの後売りに行きます。売りに行くのにはトレーラーが行って、そのトレーラーはどれかと言いますと、どれだっけ、あれどこやった？暗くて見えませんね。ん？あれもしかしてこれ？ん？あれ大賀ワゴン、大賀ワゴンなかったっけ？
ちょっと待ってくださいね。あ、ここにあった。青色だった。消してたな。この青色のカートを連れてこないといけないので、一回じゃあこれをこの JCB の機械を一回リセットして、でショップに持って行ってショップで乗って。はいはい、で大賀ワゴンを拾って農場に戻ります。この辺がちょっと手間になりますから、できればショップのそばに本拠地構えたいんですよね。ですけどそれはまあお金が貯まるまで当分我慢ですね。なんかスピード出てないけど大丈夫？よし、はい帰ろう。でこの大川ワゴンに大麦を乗せて売りに行きましょう。夜中だからって他の車の通りが少なくなるとかいうのはあんまりなさそうな気がする。結構すれ違うんですよね。現実世界だったら大型トレーラーなんかは結構邪魔になるから夜中に走るみたいなところあったりしますけど、このゲームではそういうのなさそうな気がする。夜中でも普通に自家用車走ってんですよね。で、前にもちょっと見せましたが、ここのサイロですね。前にもちょっと見せましたがっていうか、暗いな結構。よいしょ。蓋を開けて、でこのサイロの下に行きます。ん？はいはい。でこれで補給をします。これか。大麦開始で、ここに暗いから分かりづらいですけど、はいはい、大麦を乗せていきます。この大賀ワゴンで3万リットルかなですね。うん、よし。でこれで乗せ、どこに売りに行くんでしたっけ。大麦754、まあいいでしょう。大牧場ですって。どこ？ん？どこ？ああ。ん？これか。これか？こっちか。はいはい。に運んでいきましょう。これは裏道通るのがいいのかな。今どっち向いてるこれ。あーはいはい、じゃこっちか。裏の崖を登っていきます。ちょっと後ろにトレーラー引いてるから動きが制限されてますね。うまいこと曲がれない。うん、夜中ドライブはさらに眠気を強めます。そうですねそうですね。いや、まあそう、まあ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 、それはこの配信する側としては意図に沿った寝落ち配信ですのでいいですよね。ぜひ眠ってください。私はもうちょっとやりますけど。
まあ言うて多分23時過ぎまで遊んじゃいますけど、なんだかんだで、ん？こっちでいいの？いいね。なんだかんだでファーミングシミュレーターのこの作業大好きなんですよね。本当はね、前回の続きから、前回終わったその瞬間から今回も続きをやろうと思っていたんですけど、自分の畑が育つまでに時間かかりますし、まあちょっと進める分にはいいかな、どうせ進めるんだったらまあアルバイトぐらいしてお金貯めておきたいなとか言い出して、前回確か昼過ぎぐらいで終わったはずだったんですけど、バイトバイトバイトってやって、こんな深夜ですよ、やっちゃうんですよね。バイトしている姿もまあ別に普通に配信していいかなとは思うんですけど、待ちきれない、ああ曲がれないという具合に、ちょっと、かなり体が百姓に変わりつつあるジンノです。よろしくお願いします。やっぱり後ろに3万リットルも詰め込んでいるせいか、ちょっと上り坂がきついですね。あんまりスピードが出ない。このトラクター時速65キロ、うん、65キロまで出るんですけど、馬力がそれほどないせいか、ちょっと坂道は、特にこういう重いものを背負っての坂道は苦手ですね。これどっちだ？ん？どっちかわからないまま、まっすぐ突っ込んじゃった。こっちかな？でもこの配信、寝落ち配信だったらもっと深夜にやるべきだよなって思うんですけど、よくナモさん見に来ましたね見に来てもらっておきながらそんな言い草よ。ここどこだ？まだ向こう。はい、一応ほら日曜日のこの時間って割とそのコアタイムっていうんですか、配信を多くやってる時間帯なのに、もうね、つまんないから寝るしかないみたいな私の配信のとこまで来るなんて、よっぽどの暇人か好き者かなって思っちゃうんですけど、今日もね、知り合いの人がちょうどこの時間帯のこの時間の裏で配信してて、ちょっとね、冷やかしに行きたかったなっていう思い。ああ、そういう意味でちょっと今のうちに言ってしまうと、来週もこの時間帯でやろうかなって、パーミングシミュレーターやろうかなって思ってたんですけど、ちょっと都合があって、来週は開始時間遅れますので、また後ほどスケジュール出しますけど、スケジュール出しますけど、ちょっと来週はね、そう、開始時間30分ぐらいかな遅れますんで、ご了承いただきたいと思います。ここでパイプ出して、このタイプのワゴンはね、よいしょ、このタイプのワゴンはこのパイプの位置に作物が出ていくから、それを合わせなきゃいけないのがちょっと面倒。普通のトレーラーだったら斜めにね、トラックじゃないや、荷台をザーって傾けて全部出せちゃうんですけど、了解です。すいません、恐れ入ります。あ、別に来週来いよって言ってるわけじゃございませんので、どうしようもなく暇だったらどうぞご覧くださいということで。うん。ほい。で、大麦3万リットル納品です。これでおいくらになるかな？おお、2万2千ドル超えたな。いいね。あ、間違えた。
パイプをしまって、んでサイロにはもう4万リットルぐらい、4万5千リットルあるから、もう1往復2往復する？まあ高いし売っちゃうか。どうしよう、ここ戻るよりはリセットしよう。リセット、はい、こいつもリセット、はい。やっぱこういうやり方するんだったら本当ショップのそばに土地欲しいな。乗る、ライト、ワゴン、こう、こう、ほい、そう、ここにあの種がたくさん並んでるんですけど、この種も自分の畑に持って帰った方がいいかなと思いつつ、どうせリセットしてここに来るんだからここに置いといた方が使い勝手いいよなと思いつつ、ということで放置しています。あ、間違えた。え、なんで出てんの？この種の類、パレットに乗っているああいう種とか袋とか、あと液体肥料とかありますけど、ああいうのもね、本当ならこのトレーラーに乗っけて自分の敷地に持って帰るとかしたいんですけど、まあ、自分の敷地も持って帰ったところでいい保存する場所っていうのがないですからね。どうせ野ざらしになっちゃうから、まあ、同じ野ざらしにするんだったら、まあ、まだスペースもありますし、ショップでいっかってなっちゃってます。一応フォークリフトを1台、テレハンドラっていう名前だったかな、まあ、フォークリフトを1台買ったので、それを使って車に乗せるみたいなことはできるんですけど、おっと、こっちだった。お金、まあでもそうか、お金結構これで貯まるもんな。開けて進んで、はい、でここで補給、大麦、うん、はい、で閉めて、でまたじゃあ裏道から行きます。そう、お金が割と貯まってきたから、なんか買おうかな、それとも借りようかなっていうことは考えてるんですけど、ハイエナ療法をするためには、ハイエナ農法か、ハイエナ農法をするためには現金たくさん必要よねっていうことで、なかなか使えずにいます。ん？こうか、はいはい、ここの道ももうちょっとね走りやすい感じにしてくれれば、まだストレスは少ないんですけれども、やっぱり画面の土地の端っこの方にある土地ですからね、今いるところは。ここ手放すかな。もうちょっとだけ中央に寄ってもいいんですよね。悩ましいな。そう、せめてこの20番台、こことか18番とかの方がショップに近いから、これショップでしょ、うん、そこまで寄りたいかなっていうのはちょっと今考えてるんですよね。今使ってる畑を手放しちゃって、でそのお金で別のところを、さっきのこの辺ね、買っちゃって
やや中央寄りにする、中央寄りにするっていうやり方を考えてるんですけど、まあそのためにはサイロとかね、自分の家とかこの辺もちょっと処分しなきゃなんないので、サイロを処分するとなるとその中身も処分しなきゃなりませんから、自分家のサイロが空っぽになった時点で、じゃあこの土地を処分して、で新たな土地に移って、でまたサイロを建て直すっていうことをしなきゃなんないので、まあ、今いるところを手放さなければいいっちゃいい。ん？なんか来るとこ間違えた？いや間違えてない。今いるところを手放さないで新しい土地を買うっていうことももちろんできますけど、そうすると現金なくなっちゃうからなって。いやなかなか悩ましいですね。やっぱり貧しい、あ、危ない。貧しいっていうことは辛い。こっち、なんかあんまりスピード出ないな。ちょっとおかしいな。そんなに勾配があるように見えないけど。ん？なんかおかしい。ここは坂道だから出ないのはわかるんですけど。さっきは割と平坦な道だったのに。わ、ちょっと、え？そんなにゆっくり？ん？なんか壊れたか？これそうか、反対側から入った方がもしかして良かったかしら。パイプ出して、よし、回転半径が大きいですね。曲がれない、曲がれない、よいしょ、こうよ、よいしょ、わい、なんとか到着。壊れるんですか？そう、壊れるんです。私の姿の下にタコメーターじゃない、スピードメーターありますけど、そこにちょっと隠れて緑色のゲージが表示されております。これがですね、なんだろう、機械のメンテナンス度合いを表していて、今半分ぐらいなんですよね。でこれがゼロになったら壊れて、まあ、動かなくなることはないんですけど、出力が落ちたりとかするらしくって、うん。でこの何、トラクター自体はまだそう半分残ってるからまだ平気なはずなんですけど、もしかしたらこっちの大ガワゴンの方が、これか。車両概要って言って今ここに、ああ、やっぱり壊れてるんじゃないこれ。違うな。7250か。これがですね、その機械の破損度合いを表してまして、16% まで下がってんのはもう1台の赤い方のトラクターですね。で、今使ってる JCB、が 54% で、今引っ張ってる大ガワゴン、そうか、あの大ガワゴンレンタルだからここに出てないんじゃない？あ、いや、あるわ。851ジャイアントカート、違う、グレンカートか。 93% まだまだ余裕ですね。そうですか。ということで壊れたわけではございません。単に馬力不足です。JCB ね、早いけど馬力がないから。じゃあ、もう1往復するか。今売り時だし。759、さっきより4ドル上がった。うん。なので、またちょっと。繰り返しです。リセット。
カーとリセット。はい。んーで、乗る。ちょっと暗い画面で申し訳ないですけども、朝になると相場下がっちゃうかもしれないから、ちょっと今のうちにやっちゃいますね。はい。で、これが済んだらあとは育ち切るのを本当待つだけだから、もうあとはバイト尽くしですね。まだ作物1段階か2段階目までしか成長してなくって、成長まで成長段階が4段階あって、それが済んだら収穫が可能になります。そのまだ1段階2段階なので、もうしばらくかかると思うんですよね。言うてこのゲームは時間の進み方が実時間と同じなので、ゲーム内の1分は地球時間の1分となっておりますので。え、ので何だから何。こうして、で補給します。大麦全部売りますよ。開始。15,000リットル、これで空っぽですね。そっか、あとキャノーラ売ってしまえば、どうしよっかな。この土地遠いけど、確かに中央からするとかなり遠いんですけど、割といい感じの畑なんですよね。それそこそこ広さあるし、23番なんか小さいですからね。22番も、なるほどね。開墾してこれをもっと縦長にすれば効率的にいけるか。22番とかだったらこの辺に隣にサイロとか建ててもいいし、まあ、なんだったらもっと大きく開墾して一度に取れる量を増やしてもいいですしね。どうしよっかな。悩みますね。さて、違った。蓋閉めて、はい。じゃあ最後、これであと1万ドルぐらいにはなるのかな。1万ドルって言ってますけど、1万ドルだと130何万円、すごい収入になりますけど、ドル表記正しいのかな。本当に大麦ってリッターこんな値段で売れるのかしら。農作物ってすごい安いイメージがあるんですけどね、一袋で何百円みたいな、そんなイメージなんですけど。よいしょ。今回は後ろが軽い分ちょっと早い気がする。割とこの積んでる重量、容積っていうのは実は計算されて影響があるんですよね。ここ、大丈夫です。日曜日はいつも午後に、他の人とのコラボ配信が、まあ、もう毎週定期でやってるんですけど、でそれが終わってからので、夜に寝落ち配信、早寝配信っていう形でやってるんですが、
最近その午後のコラボが結構長時間になってましてね、ここ何週間、1ヶ月ぐらいかな、ディビジョン2というゲームをやり始めたんですけど、それがですね、実はやたら面白くって、私は以前に一人でそれプレイしてたんですけど、それね、TPS っていう、シューティング、対人ではない打ち合いのゲームなんですけど、それがですね、やったら面白くて、何百時間レベルで費やしてたんですよね。で、一度それは私は、ある程度やって、もういいかなってやめてたんですけど、で、コラボをする時に、じゃあ次何やる？リビジョンするかってなって、もう一回始めたわけですけど、久しぶりに。いや、やっぱ面白くってですね、それやると本当に1回の配信5時間でやってるんですよ今。そのつもりは全然ないのに、ちょっとね疲れてるんですよね。14時開始で5時間で19時でしょう。その後ご飯食べたり飲んだりしたらまた次の配信の時間ですってなって、日曜結構忙しいですよね。あんまり休まってる気がしない。ちょっとね、なんとかしたいなという気がなくも、おっと、そうか、終わり。はい、これは終わりなので片付けよう。うん。そう、ちょっとね、やりすぎだよなと思いつつも、でも楽しいからやっちゃうんだよ、にゃんにゃん。楽しいからやっちゃうんだよなっていうところもあって、なかなかそれも悩ましいところでございます。家に帰る。うん、ということで、だらだらしつつ、これで、サイドの中身の大麦は全部売っ払ったので、一応バイト見るか。収穫、種まき、耕す。うん。よし、朝にしよう。じゃあ寝ましょう。久々にこんな遅い時間まで働いたな。寝る。ちょっと待って、今何時だった？23時20分。ということは7時間ぐらい寝ればいいかな。明るくなるまで寝ます。寝る7時間。レンタル代全部合わせて7500ドル。しょうがない。はい、朝になりました。おはようございます。今日も一日頑張っていきましょう。そう、このトラクター7250、これがちょっとね壊れ気味ですね。後で修理しないと。修理はそんなにお金かからないからいいんですけどね。どうしようかな。収穫、種まきと、一応自分の畑をまずチェックしましょう。これは第4段階まで成長してるんじゃない？こっちはキャノーラですけど、かなり成長してますね。もう菜種の花が咲いております。これもう今日中に収穫できそうな勢いだな。じゃあ、収穫よね。収穫、今日収穫する。でもまだ時間があるから、バイトに精を出しますかね。何しよっかな。種まきどうかな。耕すか。
収穫は基本的にやりたくない、非常に手間がかかるのでっていう話をよくしてますけれども、ベール作り多いな。輸送やってみますか。今までやったことないですね。ちょっとこれ試しにやってみましょう。契約に同意、アイテムをコーヒーショップから運送会社に輸送しましょうということで、ちょうどね、はい、受け負いましたが、荷物はどこですかっていうお話を。これか。ん？どっちだっけ？説明が全然出ないんですけど、多分これ赤いこの印が輸送先なんですよね。で、多分この何にも出ないこの黄色が輸送元だと思うんですよ。思うんですよ。見に行かないと分かんないけど、この辺不親切なんですよね。でどうするかというと、まずは車に乗りましょう。トラクターですけどね、これか。で、荷物を運ぶっていうのは、その荷物がですね、結構な、量になってると思うので、どうしようかな。このワゴン邪魔だからどかします。というか正直こっちのトレーラー邪魔なんですよね。これもどかそう先に。あにゃにゃ、よいしょ。こういうことをやりだすとやっぱり自分の家のガレージとか欲しくなるな。機材をちゃんときれいに並べてしまっておきたいですよね。うん、よいしょ。はい。これはこっちの方に避けて置いておきたいところ。こっちに持っていったらいいのかな。こうか、はいはい、違う、そっちじゃないこっちです。はい、これぐらいでいい。うん。で、そう輸送の話なんですけれども、ここにですね、この目の前にあるのがフォークリフトです。テレハンドラーっていう名前らしいですけど、このゲームの中では。で、このこいつを使って荷物を運ぶ必要があるんですよね。で、もちろんこれだけじゃダメで、まあ、これ1台で運べなくはないですけど、全然スピードが出ないし、荷物もたくさんあるので、で、たくさん運べるようにするために、ちょっと1回セーブしようか。間違いがあったら困るから、1回セーブして、で、その荷物をたくさん運ぶためのトレーラーが必要になってきます。で、それがこのローローダーにある。うん。これ。何色にしようかな。いや、色は何色でももちろんいいんですけど。なんかいい感じの色にしたいな。黄色。いい感じがわからん。まあいいや、これ、このトレーラーに乗せて荷物を運ぼうかと思います。これを、お値段安いから買ってもいいんですけど、まあ一応レンタルにしとこうかな。はい。うん。はい、出てきました。意外とちっちゃい。ですが、荷物を運ぶんだったら、荷物運びのアルバイトをするんだったら、多分これで十分なはずです。で、まずは、牽引しましょう。
大丈夫かな。これでこれか、後ろのこのラダーを出して、はいはい、そしたらこっちに乗り換えまして、よいしょ、で荷物を上げ下ろしするのに、積み下ろしか、積み下ろしするのに必要なこのテレハンドラーも運んでしまいますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いいね。これベルトかけられるかな。ベルトボタンどれだっけ。あ、ダメか。荷物があったらこのベルトをかけて止めることができるんですけど、フォークリフトはちょっとダメっぽいですね。はい、でこのように積み込みましたら、落ちないよね、固定してないけど落ちないよね。まあ行きますか。はい、じゃあ荷物のある場所に進んでいきましょう。ミニマップの表にミニマップの方に表示されている場所に行けばあるはず。この辺、あ、あれだ、あれか、降りちゃった。視点変えて、あれですね、どうやって積み込もう。ここでいいかな。ちょっと道を塞ぐことになりますけど、まあいいでしょう、私は困んないから。ほい、どうやって積もうかな。よいしょ、4つ ?6 つあるな。これで下ろして、大丈夫かな、ちょっとずれてる。こんな感じかな。まっすぐ進んで、このパレットのとこに、ほいで持ち上げる、いいね。で進む、でこの上に乗っけてしまうっていうのがポイント。これがすごい絶妙な絶妙な、オッケーオッケー、すごい絶妙なんですよこれが。かなり集中してますんで口数減りますけど、オッケーオッケー、で乗っけてしまいたい、下ろす、お、いいね。三段積みは大丈夫かな、いける。これね、このフォークの奥まで入れないというのがポイントらしいです。半分ぐらいにしとく。怖いな、ちょっとさすがに三段怖いな、ちょっと下げとこう。爪が抜けそうで怖い。よいしょ、でこれでゆっくりと持っていきます。抜けそうで怖いね。よし、
しまったな。あんまり良くないね、この止め方。ちょっともうちょっといいとこに持っていこう。これ下げて、いや、このまま下げちゃえばいいか。これでいいんじゃない？で、乗って横から乗っける感じにしようかなって。ほら、感性が働いてるから、思わぬところで爪の奥まで荷物が来ちゃいましたが、できるだけ奥に入れたいので、これぐらいかな。よし、こんなもんかな。で、これで持ち上げといて、これぐらいでいいかな。ちょっと待ってね。で、ハンドルまっすぐにしといて、じっくりと進めていく。大丈夫？いいね。もうちょいか。で、ここで下ろしていきますよっと。まだか。下ろす。よくできました。うわあ、ちょっと怖いのでベルトしとこう。よいしょ。このベルトをどうすんだっけ。これか。ほいとやってベルトをかけておけば、多分崩れることはないはずです。多分。どうしようかな。もう3つあるわけじゃないですか。同じようにここに乗っけてもいいんだけど、同じように乗っけてもいいんだけど、どうせ積んだ後また下ろさなきゃなんないので。よいしょ。まずはこの3つを重ねるところからいきましょう。で、まずはこの軸を合わせるところ。これも GPS あったらまっすぐやってくれたんでしょうね。さすがにフォークリフトのために GPS を導入しようとは思いませんでしたけど。下げる。ちょっと上げる。大丈夫かな。はい。で、持ち上げる。こんな感じかな。下ろす。下がる。お、うまいね。どうしたの。今日は順調じゃないですか。で、下ろす。まっすぐ。ちょっとずれてる。細かいね。こんな感じですね。はい。これぐらいかな。
持ち上げる。で、進む。こんな感じかな。下ろす。下がる。うまいね。おお、すごいすごい。え、結構すごくない？で、最後入れて、持ち上げて、ここは慎重にいきましょう。感性が働きますので。お、よし、OK、よしよし、いいですね、いいですね、とってもいいですね。で、このまま乗っちゃいます。どうせついあうどうせ向こうに到着した時に荷下ろしをしなきゃならないので、それを考えればもうこの爪に乗せたままの方が引っかかってた。ちょっと待てよ。上げる。まさかそこに引っかかるとは思わなかったわ。ここにまっすぐ乗りたいんですよね。はーん。どうすんの。どうすんの。こうなったらだって爪も入んないでしょ。最後の最後でこうなったか。あー、このここのガッターンでやっちゃいましたね。やっぱり三段積みはつらかったか。え、どうする？ここ引っ掛けて持ち上がんない？無理か。いや、さすがにその、え、どうすんのこれ。こんな感じで横転しちゃったらもうフォークも何もあったもんじゃないんですよね。いや、どうしようもないっすよ。重すぎて手では持てないし。これ何キロある？あー、わかんない、わかんないけど手じゃ持てません、当然。これでなんとか落とすしかないか。まあ、パレットに爪を差し込まなくても。っていうか、ここ乗るの結構難しくない？ウェイ。君も邪魔なんだよね。よいしょ、詰めて。いいね、いいね。いいよ。もうそれでいい、それでいい。オッケー。うん、じ、じゅ。よいしょ。どうなるのこれ。うん。で、この落ちたやつをちょうどひっくり返りましたから、多分パレットの隙間ができてると思うんで、そこに爪を入れて、こうね、反対にはなりましたけど大丈夫です。この輸送任務は、あ、輸送任務で思い出した、うち不在配達あったんだ。上げて、こんな感じか。感じかな。うん、いいんじゃない。もうこれでいい、これでいい。で、持ち上げる。 OKOK。 反対向いてますけど大丈夫です。
荷物を運べと言われてはいますけど、荷物を完全な状態で運べとは言われてません。ただ運べばよろしい。よいしょ。おっとっと、あんま無理しないでおこうか。持ち上げてこのパレットの上に置いちゃいますね。これプロのフォークリフトの使い手は運転席で全部把握するんですよね。難しいですよね。そりゃ免許も必要だわっていう感じ。こんな感じ？危ない。 OK、 いい、もうこれでいい、これでいい。ちょっと一回降りてベルト締め直そう。ベルトを締めるのはこれかな。閉まんない。ベルトを締め直そう。はい。ああ疲れた。もうこれでいいや。これでいきましょう。これでライトだけつけて、ここがうまく乗らなかったのが敗因か。でもそうね、こんなにガタガタするから不安定な荷物は落ちちゃいますね。 OK、 これでいい。大丈夫かな。はい、ラダーを上げて、じゃあこれで大丈夫？まあ大丈夫でしょう。これでいきましょう。向かう先は赤色のところ。遠い。まあここまっすぐ北上ですね。これ危ないから一応こっちで見とこうか。下手して横転したらまた最初からやり直しとかなりそうですからね。そこそこスピード出てますけど、あんまりスピードを出すのも良くないんじゃないかな。65キロ、いいスピード出てますが、そういえばあんまり人通りがなかったですね。他の車がやってきてクラクション鳴らされるかなと思ってたんですけど、1台も通りませんでした。やっぱり深夜早朝は車の通り少ないのかな。でも結構見るな。たまたま人通りが少ない道だったのかな。頑張ってほしい。そうそう、どうしよう、ここ曲がる？曲がるかどうか悩んだ末にこの中途半端な道を選ぶっていう。行く直線距離で言うと向こうか。ああはいはい、これで行った方がいいね。あの建物かな。ここでしょ。あ、はいはい、ここですね。ここにトラーマークがありますけど、ここに荷物を置けっていう印のはず。どうしようかな。結構狭いですけど、ここに置けるの？この奥まで持ってきて、でベルト解いて乗り換えて、あ、しまった、後ろが
と後ろ下げて、うん、で、よいしょ、で、このフォークリフト、テレハンドラー、これ、こうやって やれば落ちない？おいおい。こんな、あ、自分が落ちた。こんな人様の荷物こんな扱いしていいの？写真撮られてツイッターに載せられて炎上する流れですね。まあここまで来たんだから多分もうあとはどうにでもなると思うんですよね。とこれちょっと端っこすぎてやりづらいな。この辺からぐるっと回って、はいはい、ちょっと足りない。はいはい、このう？え？よいしょ、高さがまず合ってない。これぐらいか。で、まっすぐ、まっすぐじゃないよ。こんな感じ。お、いいね。うん。で、持ち上げて。よいしょ。はあ。いや、頑張れ。お前ならいける。このまま引きずってでも。運ぼう。ダメか、馬力が足りない。おらい、あ、いける、お前ならいける。よしよし、いい、もうこれでいい、これでいい、これでいこう。いいで、あーんと、こうして、こうして、はい、爪を下ろしといた方がいいかな。ほい、よし、いけ。ひどすぎる。こんな配達業者は嫌だになりそう。あ、そうだ、先にあっち下ろそうかな。あ、せっかく運んだのに。まず、ちょっと待って。まず荷台に乗って、荷台の上のやつを下ろしましょう。これはもうこっから突き落とす。よいしょ、いい。よいしょっと。まだダメ？ん？フォークが刺さったな。よいしょ。刺さったね。あ、いいね。ナイス。で、残りは、ちょっと下げて、よいしょ、刺されば儲け物。絶対これ中身何か知りませんけど結構ボロボロになりますよ。いいの？まあいいんじゃない？こう、これどうせだったらもうブルドーザーとかの方が良かったかな。いや、荷物ってそういう運び方するものじゃないのよ。ほい、ほい、入った。うい、あと2つ。うん、進行状況 67%、 3分の2が過ぎました。 6つのうちの4つを入れたからですね。よいしょ。でもこの狭い中に6つ入れるのって結構大変だと思うんですよね。ほい、 OK、 83%、 あと1個。いやー、なんかこれやっぱこれも苦労の割にあんまりお金にならないよね。
面白いけど、別の意味で面白いけど、どうせ最後ぐらいはちゃんと運んであげようか。これね、あのこの角度ですよね、このフォークリフトのなんていうの、柱の角度、この角度が良くなかったせいで落ちちゃってたんですよね。ちょっと前に前傾、前に傾いてたから、それのせいで勢いで落ちちゃったみたいな感じでした。もうちょっとこう自分の方にね、手前の方に傾けておけば落ちることはなかったはずです。この辺失敗でしたね。はい、最後ぐらいはちゃんと重ねてあげようか。よいしょよいしょ。あーでもこれ確か、まあ、ちょっとやってみるか。こっちか。これ前に傾けて、で爪を下ろしつつ下がれば OK です。あーやっぱダメか。今進行状況 83% ってなってて、全部入ってるはずじゃないですか。なんかね、前どっかのブログで読んだんですけど、この荷物って設置してないと、地面についてないと、設置していないとダメなんですって。重ねてちゃダメなんです。だからここにポイッと地面に置いたところで見ると、はい、完了となります。これだけ苦労して、4000ドル足らずと。はあ、辛いね。はい、なくなりました。ということで、まあ面白かったけどね、面白かったけど、まあちょっとどうなんかなって。もうちょっと高収入だったらね、いいんですけどね。じゃあここにある荷物じゃないや、車は間違えたか。ここにある車は全部リセットしてまた戻しておきましょう。で自分の畑まだですね。まあ確かに6時過ぎに起きてまだ7時にもなってませんからね。いや、もうちょっと別のバイトしますか。種まき、トウモロコシか。トウモロコシか、耕すか。畑15、畑17、畑14、この辺、この14、15、17は割と一箇所に固まってる場所だから、ここを耕しに行こうかな。ここなんですよね、今紫の場所。この3つのところでちょうど畑を耕せっていうアルバイトが出ているので、これをやろうかな。で耕すはいいんですけど、耕すための機材は私持ってないから、パワーハローとかかな。割とお金かかるなぁ。これ高い割に、この機械高い割にあんまり役に立ってなくない？作業幅4メートルしかないんですよ。何なんだろう。こっち6メートル。これぐらいだったらいいな。
耕すために、まあいっか、ちょっとこれレンタルしよう。うん、ちょっと1600ドルもかかるけど、ちょっと将来的なことも考えて少しレンタルしておきました。それで、で耕すから7250を連れてきて、これかで7250ちょっと傷んでるから先に修理しましょうか。7時になった。バイトはあまり変わってないな。大麦、私が売ったせいで値段が下がっちゃいましたね。キャノーラもなかなか値段が上がらないな。キャノーラ売っ払っ、悩ましいね。はい、ここが整備工場ですね。ここに入れて、ここで修理か。700ドルほどです。まあそんなに大したお値段ではございませんのでやっておきましょう。んで、さっきレンタルした、耕運機、カルティベーター、あ、思い出した、これだ、これも畑を耕すアタッチメントなんですけど、あまりにも作業幅が広くって全然役に立たないよねっていうやつなんですけど、これはもう処分しましょう。売っ払います。で、売るときもここに持ってきて、よいしょ、で、ここに置いてからの、はい、6200ドル。意外といい値段で売れますね。売却。はい。よし。6000ドルで売れたんだったら、さっきのレンタル分、ずいぶん元取れましたね。いいね。はい。じゃあ、こっちの耕運機を拾って、カルティベーター。すごいなあ、かっこいいなあ、かっこいいけど、これ巻き込まれたらとんでもないことになるなと思って、ちょっと恐怖心もありますけどね。よくプレス機とか、あと旋盤とか、まあボール盤とか、ああいうのに巻き込まれるっていう事故時たま聞きますけど、痛々しくて怖い。で、さっきの場所のアルバイト、畑を耕すというアルバイトを、あ、ここだな、14番が近いから、じゃあ14番からやっていきましょう。ただ14番めっちゃ狭いな、しかも形悪すぎ。ここか、ここですね。はい。じゃあ、アルバイトの14番高安、500ドルにしかなんない。まあやるか。せっかく来ましたんでね、やりますかね。どうする、一応 GPS 設定しとく。90度でいくかな。
え、これ、あ、そうか。待ってくださいね。幅6メートル。え、6メートルってこんなもの？狭いな。まあでもしょうがないですね。やるしかないな。はい、お願いします。こうか。まあ早いからまだマシか。本当だったらこれ畑の隅っこから畑の隅に合わせて位置設定するんですけど、まあ狭いしいいかなって、そんなにこだわってもそれほど効果はないよねって思って適当にやっちゃいました。そもそも両端北側も南側もまっすぐじゃないですね。ここあれだな、前私が作業した場所だ。あーちょっと待って、間違えた。はい、この土地斜めになってるし、畑は三角形だしで、絶対こんなところで作業したくない場所ですけど、こんな場所でも作物を育てて生きていかなければならない悲しい農民の土地。はい、分かってる分かってる、ちょっとお待ち。はい、いや本当 GPS 便利。全ファーミングシミュレーターにシミュレータープレイヤーに伝えたいこのモッド。ん？この周りになんかちょっと歪んでるな、この隣。なんだろう。ん？はいはい。アルバイトに任せるっていう手もありましたね。そんなに広い土地じゃないからバイト代もそれほどかからないとは思うんだけど、でもこんな中途半端な形の土地だとアルバイトもどうやって手をつけていいか分からなくなりそう。あった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 。うん。よいしょ。ちょっとずれたな。おわい。今まで使ってきている、今まで最近使っている機材が割とその作業幅が9メートルとか、液体肥料散布機に至っ、ああちょっと待って、液体肥料散布機に至っては作業幅36メートルだからもう本当にスパスパやってたんですけど、さすがにこの幅6メートルは狭いなって昔思い出しますね。さっき処分したカルティベーターは確か作業幅が3メートルか4メートルなんで、これよりさらに狭いんですよね。やってらんないでしょ、家庭菜園じゃないんですよ、こっちは生活がかかってんですから。あー間違えた、こうです。そう考えるといい機材欲しいな、
次何買う？まあ、買わなくてもレンタルでなんとかなりますからね。レンタルでもいい。そう、レンタルと購入どっちがいいのか問題っていうのが未だに決着がついてないんですけど、気になるな。少しでもお金を貯めたい時期なので、よいしょ。まあ、ひとまずお金が減った風に見えないレンタルにしてるんですけど、実際は購入して使わなくなったら売っ払うっていう方がいいのかな。でも現金がないと土地が買えませんからね。で、今この14番という畑で作業しているのも実はそこに連結してて、普段だったらねこんなバイト絶対やんないんですけど、ここの土地って今の私の持ってるお金で買える土地なんですよ。だからゆくゆくはハイエナ農法でここで育った作物は私のものになるんで、なる予定なので、でそれがあるので、ちょっとここのねここら辺の土地は早めにその作業を進めてしまいたいなっていうのがあって、ちょっと今やってます。まあ、ただねこうやってじゃあ植える準備できましたよ、オーナーさんなんか植えてくださいよってなった時に、トウモロコシとか植えられると、私トウモロコシ収穫する機材がないから困るんですよね。だからキャノーラか大豆にしてほしいなと心の中で願ってるんですけど、それはランダムっぽいのでどうしようもないっていうね。なるべく私が収穫できる作物でお願いしますと言いたい。まあいっか、よいしょ。92%、まだですね。はい、ここでもまだ足りないんじゃないかな。もう一往復はしないとダメかも。この斜めになっているとこなんかはやり残してますけど、ここが自分の、あ、終わった。14の畑での契約完了です。おめでとうございます。$500まあいいけどね。集める。はい、14終わったから次15行こう。はい、ここも$800です。どこだ次は。14、15でしたっけ、ここか。15でしたよね。ここかな。これぐらいの広さになるとちょっとバイトに任せたいなっていう気もあるんですけど、自分の畑の方がまだ収穫できないんでやることがないんですよね。なんで今日は多分これ、もう22時51分か。今日は多分これでこの畑を耕すバイトをしながら終わりとなります。来週もまたよろしくお願いします。今週の振り返りとかしようか。今週何やったっけ。もうほぼ同じ一日の繰り返し的なところがあって、自分がその週特別何かやったかってあんまり思い出せない体になってしまいました。単純に、まあ、記憶、脳細胞が死んでいるだけなのかもしれませんけど。あった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 。今週はサティスファクトリーをやんなかったのが特徴。特徴？あ、間違えた。
サティスファクトリーをやらなかったのが大きな出来事、やってないのが出来事っていうのはちょっとおかしいかもしれないけど、来週はありますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしますって言っても、サティスファクトリーねえ、ちょっと待ってください、姿勢を変えます。よいしょ、私もそろそろ寝る体勢を取ろうかなって思って、マイクのマイクの位置が、マイクの位置がちょっと決まらないけど、こんな感じかな。よいしょ、はい、なんだっけ、ちょっとこんな感じかな。ほい、マイクの位置じゃないや、そう、先週は、いや今週はサティスファクトリーをやりませんでしたけど、次回はありますので、ぜひお願いしますと言いたいところなんですが、あれもね、あれも見てて面白い配信じゃないんですよね。同じあのゲームをやってる人しか多分見てても面白くない。面白い配信って何でしょうね。トークスキルか、それ言われたらもう返す言葉がないんですよ。何だった、誰かが言ってたのは、配信は配信者とリスナーの交流だみたいなこと言ってて、言ってて、はあはあ、なるほどなって思ってたんですけど、うちの配信リスナーほとんどいないからほとんど来ることないから、うん、交流のしようがないなって思って、ちょっと困ったなって思ったことはありますけど、なんだろう、でもリスナーとの交流って言ったって、見てくれる人、ほら、何、アーカイブで見てくれる人とかもいるわけじゃないですか。そういう人とは交流のしようがないですしね。何がいいんだろう。基本私こう ライブ配信でまあいつもやってるわけですけど、リアルタイムで見る人はまあほぼいないから、動画みたいな感じになっちゃってます。その状態で面白く見せるのってなかなか難しいですよね。それこそもう動画として編集して、面白そうなところだけ、面白い発言をしたところだけ切り抜いて、切り取って編集して、そこそこの時間にまとめるっていう方がいいんでしょうけど、そんなことしてる時間ないから。なんでこう、何、もうゲームをプレイした垂れ流し動画がたくさん溜まっていくっていう、動画の本数だけはたくさんありますからね。アーカイブと言うべきか、毎週5本も6本もやってりゃまあたまりますよねこれで、いや1年、 VTuber として1年、その前を含めれば多分1年半近くやってるんですけど、よく続いてますね、私本当。多趣味とは言えないけど、まあそこそこ趣味を広く浅くみたいな感じでやりがちな人間なので、この配信っていう趣味も適当なところで投げてしまいそうだなということを始めた頃は感じていたんですけど、なんとか持っております。まあゲームやってるだけだしね。でも配信、ゲームをやっ、まあまあありか、
あんまり配信ってことを考えない方がいいのかな。でもただただ本当にただ無言でゲームやってるだけってなったら、さすがにそれは配信者としてどうなんだって思っちゃうから。前も少し話しましたけど、配信するんだったらせめて実況、ゲーム実況らしさだけは出せよと。ゲームやってるのに無言でやってるのは本当にクソだみたいなことを言ってる人がいて、クソだまでは言ってないか、まああんまり意味ないねっていう、何でもいいから実況を話していなさいよみたいなことを言ってて、それは一理あるなという思いがあるので、私はなるべく喋るようにはしてますけど、ネタがないですよね。 VTuber という存在上、その何バーチャルな話しかできないかなって私の中ではあって、人によってはね、バーチャル YouTuber 名乗っておきながらリアルな写真を出す人とかいて、私はあんまりそういうのは好きじゃないんでやりませんけど。そうか、バーチャル VTuber ってそういう意味ではあっという間に消えてしまうことのできる存在なんですよね。なんせバーチャルだから。リアル配信者だったら配信やめてもどっかにその人はいますけど、バーチャル VTuber はバーチャル VTuber やめますって言ったらもう痕跡も残りませんからね。それがいいことなのか悪いことなのかよく分かりませんが、でも存在としてはそういうものなんですよね本来は。あんまりこの辺を詳しくやろうとすると愚痴とか恨みつらみが出てきそうな気もするんでやめときますけども、なんかこの時間帯っていうかこの配信の時いつもそんな話してる気がするな。一人で配信している時ってバーチャル YouTuber に対する愚痴しかないのか。もうちょっとゲームの面白さを伝えていくべき。なんだろう。ファーミングシミュレーターはやってると眠くなるし、いいよ。ああ、ちょっと待って、軸が合ってない。これを知って、こう。ファーミングシミュレーターは本当に作業ゲー、まさに作業ゲーなんですよね。ここまで作業感の強い作業ゲーはないのではないかと。作物を育てることへの達成感はありますけど、まあそれもまた刈られて終わるところがありますからね。同じことの繰り返し。でも同じことの繰り返しでも、それだけでも視聴者集めてる人いますからね。何なんだろうな、なんでそんなことができるんでしょう。不思議。カリスマとか人間性とか人柄の良さとか、もうちょっとキャッチーな内容だったらいいのかもしれませんね。Apex なんかそうじゃないですか。やってること同じなのにみんな配信見に行くじゃないですか。まあ、やってることは同じでも結果が違うとか過程が違うとか、そういうところが見どころになってくるんでしょうね。それで言うと農業は1から10まで全部同じだから全部同じだからさすがに勝てないな。うん、そりゃ人も来ませんよ。ああ、そう、さっき言ったディビジョンは
まあ、コラボのおかげもあってか結構な大入りでございまして、コメントも何人かからいただきましてありがとうございますでしたし、金曜日にやってる、ペイデイツ銀行強盗ですね、あれも結構何人の方から数名の方からコメントいただきましてありがとうございました、まあ、ペイデイ2はかなり昔からあるゲームですけど、未だにプレイしている人も多いみたいで、そしてその道のプロという人たちもいてアドバイスに来てくれたりする。ああ、そうか、そういう意味ではディビジョン2も同じ流れ、同じ雰囲気ですね。昔からやってる人たちが、なんか新人が始めたみたいだから応援してやるかみたいな感じで書き込んでくれるんでしょうね。ありがとうございます。ああ、サティスファクトリーもちょっとだけそういうとこあるな。同じ工場長が来てくれたりしますもんね。ただあれはそんなに有名じゃないからめったに来ませんけど、そうか、もっとキャッチーなやつか、キャッチーなやつか、そんなものはない、うちのライブラリーにそんなものはない。ということで、ほぼ常に寝落ち配信やっておりますジンノです。よろしくお願いします。面白いことはコラボでやってます。一人でやるときは基本地味ゲーです。そういう人種だと思ってください。これはもう変わりようがないですね。はい、まあでもファーミングシミュレーターも結構今何回目、11回目とかでしたっけ、12だ、12うねめ。タイトル、私のその配信じゃない、動画配信か、どっちでもいいや、タイトル、まあ回数を書いてるんですけど、12うねめとなってます。うねっていうのはあれですね、作物を植える時の列みたいなやつ、うねで12うねめとなってますから、あ、契約完了、終わりっと。結構残ってるのにね。うん、あ、輸送出てる。自分の畑はまだですね。そして23時5分、まあ17番やるか、すぐ隣だし。あ、21番に肥料屋で出てる、これやりたいな。うん、まあまあ17番先やるか。契約同意。何の話でしたっけ、何の話でしたっけ、忘れたな。ペイデイの話、サティスファクトリーの話、完全に忘れた。まあ、地味ゲーをやっておりますっていうことですね。まあ、そう、コラボの方で楽しくやっておりますので、面白くやってるはずなので、面白い配信が見たいときはコラボの時にお越しください。で、眠いときは、私の一人の時の配信なり動画なりご覧いただければと思います。よいしょ、でこっから行くか。ちょっと端っこをかけてますけど、まあいいでしょう、大した差ではございません。
そう、ディビジョン2やりすぎしてちょっと疲れてはいるんですよ。そのせいで実は今も眠気が来てたり来てなかったり、今日も相変わらず昼まで寝てたんですけどね。ここも斜めすぎて作業しづらいな。作業しづらいな。なんだこれ、こんな土地誰も買わないよ。そう、ディビジョン2面白いんですよ本当に。モンハン、モンスターハンターレベルで私やり込みましたから、やり込んではないか、やり続けましたから。ただ疲れる、疲れるのと荷物がいっぱい、すぐいっぱいになるから、それがワイトストレスといえばストレスですけどね。あれで次回、来週は高難易度に挑戦しようってコラボ相手が言ってるんですけど、ちょっとなーって。参加型でやりましょうって言ってますけど、それもどうかなってなかなか難しいんですけどね。あれ、間違えた。あ、間違えた。軸を合わせて下ろす。はい。あ、そう、参加型の話。そう。参加型の話。VTuber の人、大抵参加型ってやりますよね。多くの人がやってると思いますが、私は基本、やってません。なぜなら人がいないからです。まあ、逆に参加型をやれば人が来るのかもしれませんけどね。参加型麻雀とか割と手軽にできますからね。特定のゲームだったら、そのゲームを持ってる人じゃないと参加できませんし、場合によってはプラットフォームが違うみたいな感じで参加できない場合もありますけど、そう、麻雀はね、まあ、ジャン玉は無料でできますし、場合によっては3人麻雀で、まあ、CPU もいたりしますから、人が来なくっても麻雀はできますし。っていうので、参加型やるんだったらあんなのとか、基本無料のゲームとかだったら、まあ、もしかしたら、通りすがりの人が参加してくれるかなという気もしますけど、まあそこまです。どうなんかな。まあもうしばらく好きなようにやるか。もちろんね、やるにあたって誰かに見てほしいなとか反応してほしいなっていう気持ちはあるんですけれども、まあ、そのために別のゲームに手を出すとか、あんまりよく知らないゲームに手を出すっていうのはちょっとまだやる気にならないというか、ジャン玉とかであってもわざわざそんなことをする間には積みゲーをね処理していかないといけないので、やっぱそうなりますよね。リスナーのことを考えない配信、これからもどんどん続けていきます。将来にご期待ください。来年もこんな感じなのかな。先々週、まあ2月3日、二足三門の日ということでちょっとした記念配信をしましたけど、もう来年はないかなって考えてんですよね。結構記念配信はね、それこそ4ヶ月記念とかなんかめっちゃ中途半端ねっていう日付で記念配信とかしてる人もいて、なんか付き合いたての中学生カップルかとか思ったりするんですけど、まあそうやって何かしら
ね、理由かごつけて、理由つけて何かをやるっていうのは、まあ、この業界では、まあ、セオリーとなっておりますので、みんな何かしらやろうとするんですけど、やるのはいいんですけど、そのネタを出すのって大変ですよね。歌っても歌えれば歌枠とか言って適当に一人でカラオケやってりゃみんなが記念だわーとか言ってくれるみんなが記念だわーとか言ってくれてて羨ましいな、楽でいいなとか思ったりするんですけれど、うんうん、そう、そういう意味ではね、仁太郎会で、仁太郎会でとしあいずむさんという方一緒に遊んでますけれども、あの人ね、今日もちょっとおかしな配信やってたんですけど、ああいうことを考えられる頭があるのすごい羨ましいなって思います。ほんとね、ほんと私はゲームをするしか脳がないんで、新しい何かをするとか、新しい何かを作るとか、絵を描くとかもそうですけどね、そういうクリエイティブな能力は皆無ですんで、ほんとゲームをただだらっと遊んでるだけだから、ああいうね発想力羨ましいなって思っちゃう。またゲームボードアリーナもやりたいんですよね。コンピューターゲームも楽しいですけど、アナログゲームも楽しいですし、ボードゲームアリーナにもたくさん、なんだこれ、斜めってるせいか、斜めってるせいでうまく耕せてませんね。またボードゲームコラボとかやりたいし、どうなのかな、私もなんか知らない人、他に知らない人とまたコラボとかやった方がいいのかな、やった方がいいっていうかやりたい気持ちはあるんですよね。ただね、知らない人とは話すの怖いですからね。前もちらっと言いましたけど、もう気の知れた人が、気の知れた仲間がこう何人かいると、もうその人たちだけでいいやってなっちゃうんですよね。まあ配信的にはそれは秋につながるからあんまり良くない気もするんですけど、あんまり考えてないですからね。なのでいつもの人たちといつも通り仲良く遊べればそれで幸せで、たまにコメントもらえればそれで十分です。とはいえよ、そう、とはいえ、積みゲーあるんですよ。もう本当に何度も言ってますけど、積みゲーが山のようにあって、ああ15分になったな、そろそろ終わりたいけど、せめてこの畑をやってから終わるか。どうしよっかな。そう、積みゲーがあるから、その積んでるタイトルまた別のもやりたいなと思ってて、だからファーミングシミュレーター楽しいからやりたいし、サティスファクトリーやりたいし、フォアキーパーやってるし、ペイデーやってるし、オートマシェフまだ終わんないし、ララクロフトか、今一番終わる可能性が高いのはララクロフト、いや月曜か、月曜のスチームワールドディグだな。月曜日は朝6時15分という早い時間から配信、ゲーム配信、ゲーム実況やっております。朝目が覚めて10分で配信をするということを今年になって始めておりますので、もし朝のそんな時間帯に余裕のある方は、時間のある方はご挨拶だけでもしてもらえると嬉しいです。そちらは私の
YouTube 配信、YouTube チャンネルの方で、やっております。スイッチじゃございませんのでね。もしちょっと見てみようかと気になった方は YouTube の方でご覧ください。そう、でそれを今年1月から始めて、もう1ヶ月経ったか。一応、毎週、今のところ毎週、欠かさず早起きできております。明日も早起きしなきゃね。なんですが、まあそれが早く終わるかな。今やってるタイトルの中だと多分、まあトゥームレイダーを土曜日にやってますけれど、まあそちらよりどうなんだろうね。どっこいどっこいかな。まあそのどっちかが終わりそうですんで、それが終わったら新しいタイトルに手を出すか。どっちにしても長いんですけどね。トゥームレイダーはようやく半分超えたところみたいな、進行度で言うとようやく半分を超えたみたいな感じ。スチームワールドディグ2の方は進行度は出てないんですけど、そんなに重いタイトルではないと思うから、もう1ヶ月経ってるわけですしね。あ、でもまああれ1回1時間しかやってないからどうかな。それともサティスファクトリー終わらせる？コラボ配信だからあんまり私が一人で終わらせるって決められるわけじゃないんですけど、あーでもそれもありかな。サティスファクトリーは私とユーラリ親方とタイガさんでやってるんですけど、ユーラリさんがちょっと手持ち無沙汰さ出てきたかな。あの人も工場作ればいいのに、なんかいつも一人でフラフラしてるから。サティスファクトリーはやりたいしな。ペイデーもやりたいしな。困ったな。やりたいものはたくさんあるし、でもボードゲームアリーナもやりたいし、時間がないな。やりたいと思って買ったはいいけど、そのまま放置されてるものとかあるんですよね。なんだっけ、あの騎士ダメルのアトリエシリーズ3本セットで買って2本手つかずで残ってんですよね。あんなんとか、あとネプテューのシリーズも何本もあって、それもちょっとやりたいしな。結構私毎週それなりに配信してるつもりなんですけど、全然終わんないのは何でなんでしょうね。他の人の配信スケジュールとかあんまり気にしたことないんですけど、私たくさんやりすぎてる？やりすぎてるかな。あんまりあれやこれや手を出すの良くないっていう話を聞きますもんね。そういうことなのかしら。っていうかもう終わってない？まだだ。96%。あとどこだ？下か。
ちょ、ディビジョンもね、ディビジョンもやりたいしな。ディビジョンも私がやってる頃からまたアップデートが入って新しいアイテムセットとか出てきてるみたいですから、集め直したいなっていうのもあるんですけど、とてもとても時間がない。どうしよう。配信始めてからその他の趣味が全然手がついてないんですよね。あ、契約完了、終わった。はい、17番畑耕す仕事終わりました。お疲れ様です。ほんと大したお金になりませんね。肥料やりあるからやりたいんですけど、これ たかだか2000ドルなんですよね。もうちょっとがっぽり稼げるのがいいな。ないね。ないね。こんばんは。あ、どうもこんばんはです。錦さん、ラジオの方は終わりましたか？お疲れ様です。今回も、あれですか、終わった早々来ていただいたんでしょうか。ありがとうございます。ただもう終わるとこです。時間的にね、ちょうどあの配信から、2時間、あ、もう過ぎてますね。2時間を過ぎたところですので、今日は1回帰ろうか。この荷物をリセットしてで、ショップに戻ってショップで終わろうかな。はい、今日自分そうか、今日自分の畑って雑草をむしっただけですね。まあ第4段階まで成長しているので、次回来週の配信の時には多分収穫までいけるかもしれません。でそれ以外は多分またバイト尽くしですかね。あ、名店はさん、さあやりますか。やりませんよ、終わるとこですよ。どうもこんばんは。まあやりません。そちらも終わったようですし、こちらも終わります。今日もハイエナ農法でしたか。覚えていらっしゃいましたか。あ、残念ながらやりたかったんですけど、このタイミングでは収穫できる畑がないので、13番16番あるんですけど、やる？いや、まあやるにしても来週よ。今週はやりません。はい。まだ次回ね、余裕があったらハイエナしていこうかなって思います。これからオートマシェフ、そんなわけないでしょ。それは来週です。来週はメーテルママさんとの農作業、土曜日にやりますんでね。ですよね。そうでしょ？そこに向けてちょっと今は力をセーブしておこうかなって思います。まあ、私は毎週やってて結構流れ掴んできたんで、まあ、そこそこの、農家かなと、農家名乗っていいんじゃないかなと思いますけど、来週はメーテルモアさんがどんなことをやらかすのか、ぜひねそこを見に来てもらえればと思います。イエス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 。そうですね。はい、ということで今日はこれで終わりにしましょう。はい、ということで今日も遅くまで、いや早寝配信ですから今日は早く寝ましょう皆さん。はい、どうも、見に来ていただいてコメントいただいてありがとうございました。来週もよろしくお願いします。やらかす、そうやらかす、期待しております。やらかす前提なの、わら。そうそう、何かしらやってくれると思います。はい、ということでお相手は二足三文ソフトウェアゲーミング部門所属ジノでした。それではごきげんよう、おやすみなさいませ。